どうも、寝てまてです。今日は2023年1月11日です。引っ張ってもしょうがないので最初に言ってしまいます。サムネイル画像にあるように2022年の資産運用の成果はマイナス4270万8892円でした。以上です。はい、ではここからはおまけ企画として過去11年の資産運用のリターンを計算してみたいと思います。僕の資産運用の成績全部見せます。はい、2012年に資産運用を始めて今年で12年目になりますが、資産運用のリターンを計算するのは実は今回が初めてです。頭が悪いのと面倒くさがりなので今まで計算するのを避けてきました。全世界株中心に運用しているので年率 6% から 7% くらいかなというアバウトな感覚で今まで運用を続けてきました。早速リターンの計算方法について検索してみたところ、投資リターンを求める方法として有名な計算方法にディーツ法と修正ディーツ法があることが分かりました。ディーツ法と修正ディーツ法だと計算が簡単なのはディーツ法のようなので、今回はディーツ法を用いて2022年のリターンを出してみます。ディーツ法の計算式はこれです。基礎評価額プラス期中のキャッシュフロー ×2 分の1が分母。期末評価額マイナス基礎評価額マイナス期中のキャッシュフローが分子となります。ここで出てきた期中のキャッシュフローとは証券口座への入出金を指します。ポートフォリオから発生したインカム、つまり株や ETF の配当はキャッシュフローには入りません。僕は2022年に1000万円を証券口座から銀行口座に出金したので、期中のキャッシュフローはマイナス1000万円になります。ちなみにこの1000万円は生活費と贈与に使いました。ディーツ法はこの期中キャッシュフローが計算期間の真ん中で発生したことにして計算します。ではこの式に数字を入れてみましょう。2022年の1月1日、基礎評価額が6億7201万9133円。期中のキャッシュフローがマイナス1000万円。期末評価額が6億1931万飛んで241円となります。計算するとマイナス 6.4%。はい、2022年のリターンはマイナス 6.4% でした。せっかくなので過去11年分リターン全部出してみました。最もリターンが高かったのが2021年、そして最も悪かったのが2018年ですね。そして年の平均リターンが 11.69%。ですね、ここで平均リターンの計算方法を単に30通平均で出しているのですが、これで問題ないでしょうか。ちょっと自信がないので計算方法が間違っていたらコメント欄で教えていただきたいです。全世界株のリターンとして予測していた 6% から 7% よりも結構高かったですね。この10年が特別良い時期だったという可能性もあります。あと為替の影響も大きそうですね。資産運用について過去のリターンが将来のリターンを約束するものではないので、今後はどうなるのか分かりません。でも僕は資産運用をしないよりもした方が将来資産が増えることにかけて、これからも資産運用を継続していきます。2023年は株価が上がるといいですね。はい、今回の動画は以上になります。面白かった役に立ったと感じた方はいいね、評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。